本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。海外旅行、出張が決まりました。そこで問題になる電源問題。ご存知の方も改めてお伝えしますと、日本ではおなじみのこのコンセント形状、実はこちら、海外では違っていたり、電圧の問題で充電がされないということが現地で起こります。今回紹介する商品は、ほぼ全ての国のコンセント形状に網羅した変換プラグと、日本仕様の家電を海外で使用した場合、安定した電圧に変換してくれる変圧器を紹介します。これ、一台あれば、ひとまず安心。これから海外行く方はぜひこちらの動画をご参照ください。開封の儀、こちらでございます。表、裏、サイド、上、はい、こんな感じでコンセントの形状が全く違います。これくらいのサイズ感、見てください。みっちみっちに詰まっております。取説、こちらはすべて英語です。でもご安心ください。この動画ですべてを紹介します。はい、というわけでこちら、ミニバッグに入っております。助かります。しかも質感結構いい。上のところ。ここはなんか網目模様の感じ。では開けます。オープン!はい、ぴったりサイズ。で、こちらが本体です。おぉ!こちらでございます。重さ 206g、 ケースに入れます。 236g、 お、すごい。これ4つあるんですけども、 USA がこちら、日本とそんなに変わらないですね。はい、お、これは全然違いますね。ハの字になってますね。続きましてイギリス、おお、こんな形してるんだ。最後ヨーロッパ、2段階だ。1、2、はいはい。そしてこちら、充電ができるコンセント USB が2本と Type-C が2つ、ありがたいです。はい、そしてコンセントの穴なんですけども、裏返しにしますと、はい、逆パターンのこちらに差し込むタイプにもなります。そしてこちら押し込みタイプです。で、このボタンなんですけども、こちらですね、例えば1つこれを出します。はい、そうしますとこちら押しても戻りません。これ壁につけても結構強い力でも戻りません。で、ここもがっちり固定されてます。そういった時にこのボタンを1回押します。そうしますと、これ、戻ります。というボタンがこちらです。はい、そしてこちら。こちらがアダプターとしての仕様で、こちらがコンバーター、変圧器ですね。切り替えることができます。はい、変圧器はこれ1個出したら、他のやつはもうロックされますね。片手にすっぽりと収まるサイズ感です。こんなに色々あって、でもコンパクトで軽めです。本当にぴったりサイズ。商品の使用について、本製品は海外で使用できる日本の製品に適しております。基本的にはコンセントに接続できるほぼ全てのデバイスに対応。2つの USB ポートを搭載。こちらはさらに Type-C が2つ、複数のデバイスを同時充電することもできてしまいます。使用できる環境について、この商品は海外での使用時を想定作られた製品です。日本国内では基本的には使用できませんのでご注意ください。また国や地域によってコンセント形状は異なります。あらかじめお持ちの機器をご確認ください。ところで、日本の電圧はなんと世界で一番低い 100V です。基本的に100から 240V、 これらが全世界対応とされております。そんなわけで、日本の家電製品を海外で使うためには電圧が必要です。そこで安定した電圧を得ることができるこの変圧器の登場です。海外では電圧が不安定なこともありますので、このアダプターを使うことで正しい電圧を受けることができます。安全面について、やっぱり電気というわけで気になる安全面。この製品は EU の安全指令に適合していることを示す CE マークを承認済み、また米国のセキュリティ認証も承認済み。こちらですね、安全性と快適性を高める保護回路とスペアヒューズを搭載。許容範囲を超えると自動的に電源がオフに切り替わるので、安心して使うことができます。
小型変圧器、いかがだったでしょうか。変換、変圧機能を備えておりながら、コンパクトで軽量なため、国際旅行や急な海外出張の必需品としておすすめな小型変圧器。接続ポートも USB Type A が2つ、Type C が2つ、計4つ搭載。同時充電もこれ1つで安心できます。これ1個あれば、ほぼほぼこと足りるかと思います。こちらの商品、興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。こうは言ったものの、実は海外に一回も行ったことありません。いや、一回も行けー。本番行きます。よーい。使用できる環境について。CE、法回路とスペアヒーズを。